どうもありです。今回はですね、ちょっと面白い包丁を紹介します。実際にどんな包丁かというと、ここにね、3本並んでるんですけど、見せるとこういった包丁ですね。見えます？ここハートナイフって書いてます。で、このね、なんか怪しげな波形があるんですけど、今日はこの包丁について、この波形が表すものとは一体何か、今回ですね、この包丁を作った人、このサービスを考えた人に取材しに行ってきたんですね。そのハートナイフを編み出した人、林さんですね。その林さんに僕インタビューしに行ってきたので、今回ね、そのインタビューを聞きながらこの包丁を紹介できたらと思います。それではですね、早速今回のこのハートナイフ、一体どういった包丁なのか林さんにインタビューしてきたので、どうぞご覧ください。ではよろしくお願いします。お願いします。ハートナイフっていう包丁は一体どういった包丁なんですか？はい、一言で言うと、音声を包丁に乗せて、世界で1本だけの包丁を作れるというサービスです。声を入れるっていう発想がすごいなと思ったんですけど、まあ、それに至った経緯、きっかけっていうのは何かあるんですか？ありがとうございます。刃物を例えば送られるときって、はい、内入れをされて、こう、なんて言うんでしょう、タガネでこう刻印をして送るっていうのが、その、まあ、従来のギフトの、まあ、内入れのやり方だったと思うんですけど、はい、そのものを見たときに、確かにもらった方はそれで嬉しいと思うんです。ただそれ以上にこう自分が何かをプレゼントしたいと思ったときに、はい、もうちょっと思いとか込められるような方法はないかなとか、はい、あとどうせあげるのであれば、まあ、世界で唯一のですとか、その人が本当に自分のために思って作ってくれたんだということを伝えたかったので、はい、なるほど、はい、それで音声を録音するという方法を取りました。その心が通じるような、その人と人との心が通じるようなという意味で、まあ、ハートですね。でナイフというのはそのまま包丁なので、それを組み合わせてハートナイフというブランドを作りまして、心が通じ合うようにという感じですかね。そうですね。包丁を作っていただいて、メッセージを録音いただいて、それが包丁に刻印されると思うんですけれども、はい、まあ、送られた方は専用のアプリケーションから音声を再生することができまして、はい、で音声再生される時の、まあ、声ですね、その録音されたそのままの声が再生されるので、はい、まあ、その時の熱量ですとか、メッセージの、まあ、思いのトーンとか、そのあたりもその人の思いがそのまま伝わるような仕様を持ってちょっと作ったところです。やり直しが効くかとか、一発勝負だとか、録音自体は全然何度でも、何度でも、はい、やっていただけますね。これも包丁って、はい、意外と世間からしたら、はい、縁起物なのかどうかってことが怪しかったり、やっぱり切るって意味があるから、はい、そこがどうなんだってことを思ってる方多いと思うんですけど、はい、そこはどう思いますか？そうですね、僕もそのことに関していろいろ調べてですね、はい、あまり縁起物じゃないよとか、縁が切れるよみたいな記事がたくさん出てくるんですけれど、はい、いろんな記事を読み漁ったりですね、あといろんな歴史的背景をこう調べた結果、はい、包丁自体はすごく縁起のいいものだというのが自分の中で結論として持ってまして、はい、その根拠なんですけど、結婚式の時とか、あと開通式みたいなテープカットの儀式があると思うんですけど、必ずその縁起物の節目に刃物があったんですね。そこから転じてなのか、その未来を切り開くとか、悪縁を断ち切るとか、そういう意味合いでこう使われているケースが多いと僕は捉えていて、なので包丁自体はすごい縁起物だと感じています。まあ、最後クラウドファンディング、はい、クラウドファンディング自体は今も開催中でして、はい、来年の1月7日まで、グリーンファンディングの中でやらせていただいてます、はい、まあ、それと並行してですね、二子玉川の蔦屋家電プラスというところで展示もされているので、もしお近くにいらっしゃる方はぜひ店頭に来ていただいて、現物見ていただければと思いますので。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今ね、林さんにインタビューしたんですけど、すごいですよね、林さんのその発想力。今からですね、ちょっと補足ですね、この包丁についてちょっと注意点だったりとか、インタビューの後半にもあったクラウドファンディングについて、ちょっとこれをメインにお伝えしようと思います。では早速、今開いてるこのページがですね、クラウドファンディングのページなんですけど、こんな感じで、あなたが作る世界に1本だけの包丁ということで、このページを見ながらちょっとね、補足説明していこうと思います。で、そう、このロゴマークですね、このロゴマーク、音声を入れた場合、こういったね、こういった波形になるんですよ。で、もし音声を入れないって選択した場合も、これがかっこよくてですね、こんな感じなんですけど、はい、こんな感じですね。このマークもかっこよくないですか？これもこれでありですよね。こういった違いもあります。で、どんどん下ページ行って、
ハートナイフの特徴ということでパーツをカスタマイズしてあなた好みの包丁にってことで、包丁がね3種類あるんですよ。ペティ、三徳、牛刀のこれ21ですね、21センチ、そしてブレード2種類ってことで、一応見た目ではまあこの黒とこの銀なんですけど、一応材質がこの黒色の方が V 金10号です。で銀色のがモリブデンなんですけど、まあ両方ともステンレス系です。だから錆びにくい材質の包丁となってます。でどっちがいいかって言ったら、V 金10号の方が一応その価値は高いです。だからまあ一言で言うとこっちの方がねちょっと硬いんですよ材質が。だからこっちの方が長切れします。長切れってことは一度刃がついたらなかなか切れ味が落ちにくいっていうものですね。でモリブデンもすごくいい材質で、 V 金と比べるともちろんちょっとねその長切れの面に関しては劣るんですけど、すごくいい材質になってます。で、決め方としてはもうこの見た目で選んでもいいと思います。この黒色の包丁がいいな、おしゃれだなって思うのであれば黒選んだらいいし、で、まあ、シルバーの方がシンプルな方がいいなっていうんだったらシルバーの方がいいと思うし、まあこれはね見た目で選んでもいいと思います。で見た目の違いで言うと、このね黒色の方 V 金の方はあのね土目模様といって、ちょっとね表面ボコボコしてるの分かります？これがね土目模様、土目って言うんですけど、これがあることによって一応ねその食材が張り付きにくいというか、食材が張り付いてもそのね綺麗に剥がしやすいんですよ。そういったメリットはあります。まあ若干なんですけどね。だからたまにねそのキュウリとかその薄く切ってると包丁にベタッと張り付いて、それをね剥がしづらかったりする時ってあるんですよ。特にこういったまあ綺麗な表面が綺麗なのってそういったことが起こりやすいんですけど、まあこういった土目があることによってそういったこと、そういったちょっとねストレスがなくなるよっていう感じですね。はい、っていう感じです。でまあこの材質が2種類選びますよっていうことと、で最後絵ですね。絵が3種類あります。黒炭、ウエンジ、頬がここにあるんですけど、黒炭が一番高級です。結構本当高くなるんですよ。ただその代わり耐久力とか持った感じのこの高級感の質感、これめっちゃいいので、まあ僕は黒炭が一番好きなんですけど、まあコスト的にちょっと高くなってしまうのでコスパいいなっていうのはやっぱりウエンジですね。ウエンジやっぱね見た目がかっこいいんですよ。まあ木目がねちょっとねこんな感じで、わかります？かっこいいですよねこの感じも。でもう一個絵のことで補足で言うと、よくね、まあ、こういった和包丁、和の絵とあと洋包丁ですね、まあ、ちょっとこういった洋包丁、こういった洋ハンドルあるじゃないですか。これとこれ比べるとどうしても、まあ、こっちの方が耐久力的には劣るんですけど、ただこの和ハンドルのメリットとしてこの柄の交換が可能なんですよ。だから万が一劣化してあの古くなったとしても新品に交換できるんですよ。だから何年経っても、まあ、常に綺麗な状態に買い替えれるっていう意味では、まあ、すごくメリットですよね。あとねかなり重さも軽くなるんですよ。やっぱ和ハンドルの方が軽いので、はい、という感じですね。では次、あ、ここですね。このちょっと音声メッセージの注意点なんですけど、1個だけ NG な音声があって、それが音楽とかですね、そういうのは入れれないみたいです。だから入れれるのは、まあ、人間の声とか動物の鳴き声とか、まあ、赤ちゃんとかね、そういったまあ物音とかそういったのはいけるんですけど、音楽ですね、その著作権のある音楽がダメって言ってて、まあ音楽って言っても、まあ、楽器はいけますね、その人が弾いてる楽器とかなら。でも流れてる音楽っていうのはまあ入れないでくださいってことで言ってました。はい、で音声は10秒まで入れれるということですね。でこれも僕質問したんですけど、この波形あるじゃないですか、波形がもしその傷ついて見えなくなってしまった場合、そういった場合って、まあ、音声再生することできるんですかってこと、まあ、質問であると思うんですけど、もしそうなった場合でもそのちゃんとデータはそのちゃんと保管してあるから、まあ、大丈夫ですよってことを言ってました。だからまあご安心くださいということでした。はい、でこの辺がラッピングですね。そうラッピングもねこれすごい綺麗なんですよ。ラッピングももうもらったらなんか開けるまでドキドキするようなそんな感じの箱になってました。はい、素敵ですよね。はい、という感じで、で再生の仕方ですね、まあ、再生はその専用のアプリがあるんですけど、そのアプリでこの波形を写真撮ったらもうビャーってね再生してくれるっていう、はい、システムになってます。はい、はい、でこちらですよ。そうこれも結構伝えたかったことなんですけど、この切れ味はどうなんだということなんですけど、切れ味はもう間違いないです、申し分ないです。なんでかっていうと、はい、これね見ていただくと分かるんですけど、まあこっちがねそのハートナイフじゃないですか。で裏見ると、はい、わかります？この文字、酒井隆之と書いてます。そう、酒井隆之さんといえば僕が前回動画出した刃物屋さんなんですけど、もう超超有名ブランドですね、酒井隆之っていうのは。なので切れ味ももう満足していただけるかと思います。はい、という感じですね。で最後にこのクラウドファンディングの期間がですね、
1月7日までということで、ちょっとねもうすぐなんですけど、今、1月3日に撮影してて、なのでもうすぐね終わってしまうんですけど、もしこの包丁欲しいって思った方はもう本当今の期間で絶対に買った方がいいです。その理由っていうのはこれ見てもらうと分かる通り、もう 35% オフとか 25% オフとか、まあ、かなりねちょっと割引安く手に入ることができるので、もし気になった方はこのタイミングで手に入れてください。でもこの期間中にもし手に入れれなかった場合、まあ、1月7日以降にまあこの動画を見た場合、もし欲しいと思った方いればね、普通にその公式サイトハートナイフのサイトでまあ同じ包丁を手に入れることができるので、まあ、そちらのそのホームページの URL も概要欄貼っておきますので、もし気になる方は見てみてください。はい、ということで今回の動画はですねこんな感じで以上となります。ありがとうございました。はい、まあね、今回の動画を通じて僕が一番伝えたいことっていうのは、そのやっぱり包丁って本当にね世間ではやっぱり、まあ、切るって意味があるから、包丁はだから贈り物としてあんまり適してないんじゃないかって思ってる方って結構多いんですよ。なんですけど包丁ってもう縁起物でしかないので、もうそれをね世の中に僕は伝えて、もう包丁をね人にプレゼントするっていうね習慣をつけてくれたらね、そういう世の中になってくれたら僕は嬉しいなって思いますね。もうプレゼントしまくってください。僕もねいつでもお待ちしてるので、はい、もうどんな包丁でももう我が家に迎え入れますよ。もうはい、という感じでこの動画終わろうと思います。それでは今回の動画もし少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。